それではこの動画では図書館の使い方と旧大にある図書館の紹介ということについて説明をしていきたいと思うんですけども、一つ動画を始める前に現在新型コロナウイルス感染症に対応するためにサービスの内容を変更してサービスを行っています。で、今どういうサービスを提供しているかということについては特設ページを作ってそこで情報を随時更新していますので、そこをぜひ見ていただければと思います。特設ページへは図書館のトップページの上の方に表示されているこのバナーから行くことができますので、ぜひここの特設ページを見て今の最新の情報をチェックしてもらえればと思います。これから動画で紹介するのは通常の図書館のサービスに関する内容なので、今現在使えるサービスだったり使えないサービスっていうのがあったりしますので、それを認識した上で見ていただければと思います。それではまず図書館の使い方について、資料、場所、サービスという3つの点から説明をしていきたいと思います。まず資料に関しては旧大図書館約420万冊の図書を所蔵しています。で、皆さんがこれからレポートや論文を書くためにこの図書を使うということがかなり多くなってくると思いますので、この図書を探す能力というのは必ず必要になってくると思います。で、読みたい本が決まっている特定の本が読みたいという場合は旧大コレクションというもので検索をしてもらうといいんですけども、これの使い方については別途動画がありますので、そちらの方を見ていただければと思います。で、実際に書架、本棚に行って本を探すという場合に、例えば自分が、工学に関する本が読みたいという時は工学のエリアに行くと工学に関する本がたくさん置いてありますので、自分が興味のある本というのが見つけることができるのではないかと思います。次に場所についてなんですけども、もちろん図書館の閲覧席で一人で本を読んだり勉強したりということはできるんですけども、その他にラーニングコモンズといってグループで話し合いをしながら勉強することができる場所だったり、あとはグループ学習室といってこう個室みたいになっていて音が外に漏れないので、例えばプレゼンテーションの練習だったりとかもすることができます。で、ディスプレイとかホワイトボードも中にあるので、それらも自由に使うことができます。で、さらに研究個室といって、これも個室タイプの部屋で、一人で研究とか勉強に集中することができるような施設も、図書館にはあります。次にサービスに関して、まずレファレンスサービスというものなんですけども、例えば自分が欲しい資料があるという時に、でもどうやって見つけたらいいか分かんないっていう時は、このレファレンスカウンターというところに来てもらえれば、図書館職員がどうやって見つけたらいいのかっていうことについて、それを探すお手伝いをしています。で、こんな資料が欲しいっていうすごい漠然とした状況でも、ぜひこのレファレンスサービスというものは利用してもらえればと思います。それから講習会も図書館定期的に開いています。レポートの書き方に関する講習会だったり、文献の探し方、データベースの使い方に関する講習会など、様々な講習会を開催していますので、ぜひ図書館のホームページにアップされる情報をチェックして、自分が興味のある講習会があれば申し込んでもらえればと思います。最後に学習相談デスクというのが、これは中央図書館と理系図書館にあるんですけども、図書館 DA、キューターと言われる大学院生が皆さんの質問に、答えるサービスです。で、質問は授業でわからない部分だったり、まあ、大学生活で悩んでることだったり、まあ、自分の進路に関することだったりとかを、いろんな分野の大学院生の方がここにいますので、ぜひ気軽にこのデスクに足を運んで質問してもらえればと思います。次に旧大にある図書館について簡単に紹介したいと思います。旧大には5つの図書館があります。糸キャンパスに2つ、それから病院キャンパス、大橋キャンパス、筑紫キャンパスにそれぞれ1つずつ図書館があります。
で、それぞれの図書館にどういう設備があって、どういうサービスをしているかということについては、図書館のホームページから確認することができます。図書館のホームページの上の方にある図書館を使うというところにカーソルを合わせると、下の方に中央、理系、医学、芸術、工学、畜史とそれぞれ図書館の名前が出てきますので、例えばこの一番上の中央図書館というのをクリックすると、中央図書館のページに飛びますので、この右、左の方のアクセス、開館、カレンダー、フロアマップ、あといろんな情報をここで見ることができます。それからもう一つ、図書館に実際に足を運ぶ前にぜひしてほしいのが、開館時間のチェックをしてもらえればと思います。開館時間も図書館のトップページの左下の方に表示されています。開館時間は平日と休日で違ったり、あとは臨時に休館になったりとか、臨時に開館時間が短くなったりする場合もありますので、ぜひ実際に図書館に足を運ぶ前に開館時間をチェックして、ちゃんと今日図書館空いてるかなっていうことを、確認してから来てもらえれば確実かなと思います。それではこの動画はここで終わりたいと思います。